昨今収まるどころか、違法瀬取りを繰り返す北朝鮮に追随する韓国と中国のことは、みんなも知っているよね。それに関してはロシアも関わっている可能性が指摘されてもいるな。要注意国が揃い組だね。もう少しおとなしくできないのかな。そうだね。さて今回はそうした瀬取りに関連した各国の欧州実際の瀬取りの事案について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。港湾岸壁や桟橋などに接岸させずに、海上や瀬などで、船舶同士で積み荷を積み替えることを瀬取りと言うんだけど、他国船籍の船舶から自国の船舶に石油や石炭などを移し替えて密輸を繰り返す北朝鮮の船舶が、国連安保理国連安全保障理事会による、北朝鮮の核実験への経済制裁が瀬取りにつながっているんだが、何度決議されようとも、一向に収まる気配が見られないよな。北朝鮮で、核実験や弾道ミサイルの発射実験などが繰り返されていることは国際的にも広く周知されてきているんだけど、初めて核実験を行ったのは、2006年なんだ。これを受けて、国連安保理が動き、これ以上の核実験と弾道ミサイルの開発を行わないようにと同国に求めるとともに、国連憲章第7章に規定する平和に対する脅威として、経済制裁を決議しているよ。制裁に違反した北朝鮮船舶は、資産凍結入港禁止などの対象に指定され、禁輸製品の運び出しが困難となり、他国の船も、制裁対象の禁輸製品の同国への運び込みができなくされたんだ。他にも石炭輸出や石油精製品、軍事関連物資などの輸入に上限が付けられるなどの経済制裁が課されたってわけ。これまでに延べ11回の経済制裁決議が採択され、2022年現在に至るまで制裁は強化継続されてきたんだけど、北朝鮮による密輸は横行し、その経済制裁の効果は見られていないんだよね。過去レーダー照射事件の時も、その瀬取りの真っ最中だったと見られており、焦って海上自衛隊 P1 哨戒機に向けたものだとされているぜ。国際社会にとって脅威としか受け取られない破壊行為を問題視した国連安保理だが、その後も、核実験やミサイル開発を継続し、韓国を相手にした、東シナ海や日本海における違法な瀬取りを常態化させ続ける北朝鮮へは、国連加盟国による海上哨戒機や軍事艦艇、警備艇などでの監視活動を強化するに努めているのが現状だな。出没地域である日本海東シナ海では、特に校舎の海域中央部が重点監視対象となっていて、瀬取り銀座などとも呼ばれるほどに瀬取りが頻発している状況下にあるんだ。活動に従事する海上自衛隊海上保安庁が、ほぼ毎日のごとく繰り返される中国海警局艦艇の尖閣諸島進出への対応に追われ、手薄になりがちとなる海域だからだね。2018年1月から5月の間には、20隻以上の北朝鮮船舶によって、計89回以上にわたる瀬取りが確認されているんだ。そんなに多く発生しているの？好き放題やってるね。安保理決議された年50万バレルという上限を超えて、3倍以上の石油を違法に入手したことが発覚しているよ。このため米国は7月に、北朝鮮による密輸の黒幕には中国とロシア企業が絡んでいると国連安保理に報告しているんだ。2018年9月にも、瀬取りにロシア船が関与したと非難していて、米国務省報道官ナウアート氏が米国は、北朝鮮の違法行為に協力した個人、団体、船舶についてはいかなる国籍であっても、制裁を科すことをためらわないとの声明を出しているね。現在、海軍の艦艇や航空機による、北朝鮮の瀬取りへの監視活動に参加している国は、ファイブアイズと呼ばれる、米英豪カナダニュージーランドの5カ国と、日仏艦を合わせた8カ国となっていて、米海軍第7艦隊の機関ブルーリッジには出航調整所 ECC が設置され、各国の軍の艦艇や哨戒機、衛星が集めた情報の共有を行うなど、活動も調整されているんだ。また9月までに、英豪仏カナダが計14隻の艦艇を、豪仏カナダとニュージーランドは計8回の航空機を交代で派遣しており、在日米軍基地を使わない韓国軍では、艦船と航空機を、随時派遣する形をとっているよ。監視活動に専念する艦艇は、台湾海峡を通過して移動することもたびたびあり、この行為は、東シナ海南シナ海においての中国の海洋進出を阻み、牽制することが狙いではないかとして、航行の自由作戦を副次的に実行しているともみなされているようだね。最近では、2021年10月11月上旬に、フランス空軍海上哨戒機ファルコン 20G、カナダ空軍対潜哨戒機海洋監視機 CP140 オーロラが派遣されていて、2021年11月上旬下旬には、ニュージーランド空軍の P3K にオライオン対潜哨戒機が、日本沖縄本島の在日米空軍嘉手納基地に派遣されているんだ。
過去にもここを拠点とすべく、オーストラリア空軍、カナダ空軍の哨戒機などが飛来し、海上自衛隊や海上保安庁とも協力して、北朝鮮の瀬取りが疑われる事案の監視活動が実施されているよ。2017年9月、東シナ海の公海上にて、北朝鮮の船舶に4300トンの石油精製品を積み替えるなど、瀬取りへの関与が疑われた韓国船籍タンカーピーパイオニア号は、2018年5月から8月にかけても、台湾の北 300km の東シナ海上に停泊していたことが複数回目撃されており、2017年以降、27回にわたって密輸した石油製品は、計16万トンにも及ぶんだ。これにより国連安保決議に違反船舶入出航法違反したとして、ピーパイオニア号船長と管理会社は海洋警察に送検されているな。2018年5月3日にも、東シナ海の公海上にて、韓国船籍のタンカーが、北朝鮮船籍タンカーに近づき、横付けしている様子が確認されているよ。韓国政府は否定したんだけど、巷では制裁後も北朝鮮産の石炭が何度も搬入されているところが目撃されていたため、同年7月には、米国が当時韓国大統領だったムンジェイン氏に対して、北朝鮮の石炭を密輸することは制裁決議に反するものとして警告しているね。しかしこの後も、国連決議に違反して、韓国籍の船舶が北朝鮮船舶との瀬取りに関与し続けていることが確認されているぜ。韓国が一番卑怯だよね。アメリカの庇護も受けながら、北朝鮮からも甘い汁をすすってるんだろうから。過去にも、韓国政府は国連安保理からの経済制裁に反して、北朝鮮から石炭製鉄を違法に輸入したことで、韓国籍の3人を摘発しているよ。しかも自主的にではなく、米国からの通報を受けての対応だったようで、こういった韓国政府の動向に、国際的経済制裁を十分に遵守する意思があるかを疑う見方を強める傾向が出てきたってわけ。2019年4月、米ウォールストリートジャーナル紙でも、韓国が国家ぐるみで制裁違反を容認あるいは奨励しているという公的な証左は出ていないものの、同国による実施状況に過失があるのは明らかであり、これにより、国際的な制裁を韓国が十分に遵守していないのではないかという疑いが増していると報じているんだ。2018年5月には、東シナ海の公海上で、北朝鮮船籍タンカーと船籍不明ながら、中国国旗とみられる旗を掲げた小型船舶が横付けしているのを自衛隊機が発見していて、未明に両船舶はライトをつけて、打艦ホースを接続していたみたい。北朝鮮船籍タンカー JISONG6 号は、国連安保理北朝鮮制裁委員会から3月にも資産凍結入港禁止の対象に指定された船舶で、今回も制裁対象の瀬取りが強く疑われたんだ。2019年1月8月にも、国連安保理の経済制裁決議に違反して、契約370万トン推定3億7000万ドルイコール約406億円相当の石炭を、北朝鮮が密輸が繰り返されているよ。国連によると、このうち7割超に当たる約280万トンが、瀬取りの手口で中国船籍に渡り、中国へ運ばれたと見られているね。米国によると、2017年9月の安保理制裁決議可決以降、中国と北朝鮮による海上密輸は30回以上行われた疑いがあるとされていて、韓国の朝鮮日報は、民間企業が制裁を押し切って交易を続けるはずはない。密輸は中国政府の保護のもと、組織的に行われている可能性があると同年末に報じているみたい。米国が報告するだけあって、日米や他国艦艇による東シナ海での瀬取り警戒監視活動に対して、なぜか各国軍の艦艇に、中国軍艦艇も各々一隻ずつ張り付いて、一定の距離を取って追尾するなどの牽制の動きが常態化しているというよ。別に演習などで公海上で展開している艦艇を加えれば、最大10隻以上もの中国艦が東シナ海を航行し、その動きを強めているというわけ。2013年11月には、防空識別圏中国が一方的に設定の海域で、日米艦などの他国艦艇が入ると、ほぼ同時に、中国艦が現れて追尾してきたというのだから、その徹底ぶりが伺えるよね。こういった牽制の動きは、関わった自国の中国船などに起こりかねない不測の事態に備えてのフォローアップのようでもあるんだが、やはり、日米を中心とした中国包囲網の形成を牽制する思惑が強いとみて、警戒に当たるのが無難だろうな。米国防省の分析では、中国軍の保有艦艇は世界最大の約350隻へと達したとされているから、瀬取り監視への牽制も含め、中国軍が士気を高めて活発化しているのは明白だね。ほぼ確定で黒なのに、中国も強気だよね。今年4月下旬から5月下旬にかけては、2018年以降通算7度目となるカナダ軍の航空機がカデナ基地に、
6月下旬には、同じく通算7度目のオーストラリア海軍フリゲート艦パラマッタが佐世保基地に、瀬取り警戒監視活動のため飛来しているみたい。今年4月下旬から5月下旬にかけては、2018年以降通算7度目となるカナダ軍の航空機がカデナ基地に、6月下旬には、同じく通算7度目のオーストラリア海軍フリゲート艦パラマッタが佐世保基地に、瀬取り警戒監視活動のため飛来しているみたい。